たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスサンゴ礁の海に囲まれた長さ2400キロ、最大幅650キロのニューギニアも1996年代地球を襲った異変のためにすっかり姿を変えた。そして今また元の状態に戻ろうとするのか、再び異変が起こり始めていた。恐竜の道の秘密。やれやれ。ねえ、恐竜の道の伝説のことだけど、本当にあんのかしら、そんな道。あるわけないだろう。伝説だよ、言い伝えだよ。そうね、僕はあると思うよ。ドンもあると思うよね。おん？ねえ、恐竜の道を探しに行こうよ。ね？ダメだ。どうして？伝説を追うことよりデータを集めて恐竜を追うことの方が先決だ。そうだよ、レーダーで伝説は追っかけられないもんね。そうよ、恐竜はレーダーで探せばいいのよ。だって科学、科学、全て科学だよ。ドンの首にだって小型発信機がついてるだろ。ドンが迷子になった時のためさ。ドンは絶対に迷子なんかにならないよ。ドンの鼻はすごいんだ。どんな匂いでも嗅ぎつけちゃうんだよ。ガルさんはドンの鼻を信じないの？そりゃそう、だからうん。マサオくんはどうしてそんな伝説の恐竜の道を探そうっていうの？だってね、お母さんの書いた本に恐竜の道のことが書いてあったんだよ。恐竜の道の行き先には美しい湖があって、そこは恐竜たちの安息の場所だとかって書いてあったけれど。え？ジャングルで生きる戦いに疲れた恐竜はその美しい湖の水を飲み、ゆっくり休んで、それからまたジャングルへ戻っていくって書いてあっただろう。ね、レイコ姉さん、僕は恐竜の道は絶対にあると思うんだ。何の石像だこれは。作ったのかしら。かなり古いものね。何か言い伝えがありそうだな。きっと恐竜の道の伝説と何か関係があるよ。ああ、また地震だ。さあ、この付近を調べてみるんだ。音を立てるな。何かいるぞ。
いや、ごめんごめん。僕たちはボンフリー隊のものだ。こんなところで何をしてるんだ？恐竜の道へ行くんだ。え、恐竜の道？ねえ、行ったことあるの？ないよ。恐竜の道は伝説なのよ。恐竜の道なんかどこにもないんだよ。ある、父さんがあるって言っていた。父さん、嘘つかない。マサオ、恐竜の道のことは忘れるんだ。あるよ、絶対にあるよ。ジョージさん、行かせて。ダメだ。キャッサバ、キャッサバ、キャッサバ、行こう、恐竜の道へ。マサオはいない。恐竜の道を探しに行ったんだわ。こちらボンフリー号、マサオ、応答せよ。マサオ、こちらマサオ。ジョージだ、マサオ、すぐ帰ってこい。やだよ、恐竜の道を探しに行くんだ。僕はデータよりも伝説を信じたいんだ。特にお母さんの。マサオ、腰を割り。マサオ、マサオ。キャッサバ、どうして恐竜の道へ行くの？探検隊の案内して出かけたまま帰ってこない父さん、迎えに行くんだ。探検隊？うん。そうか、僕たち以外にも探検隊が来てんだな。レオテビ、この下の谷が恐竜の道だって言うんだな。そうだ。よし、早く谷を降りるんだ。早く。お、夢にまで見た恐竜の道。さあ、急ぎ急ぎ。水を飲みに来るんだ。よし、この谷の途中で恐竜を待ち伏せよ。約束通り案内したから帰らせてくれ。ノー、恐竜を見つけて首を切るまでノー。さあ行こうぜ。くれ。イエスサー。ジョージ、足跡だ。恐竜の足跡だな。よし、調べよう。トロエドンは白亜紀後期に北アメリカを中心として生息した恐竜で、体長約10メートル、草食性ながら硬く厚い石頭を持ち、その続きは極めて危険。よし、この足跡をどこまでも追い続けよう。あ、ここだ、この下だ、この下が恐竜の道だ。どう？父さんに聞いた通りだ。岩壁と岩壁に挟まれた細長い谷が長く続いてるって。本当だ、道のようにずっと続いてる。これが恐竜の道か。あ、父さんだ。あそこ、探検隊の人たちも一緒だ。バトラー、あれは密漁者のバトラーだよ。さっきのすげえ地震でどうかしたんじゃないのか。マサオ、マサオ。
ジョージ、ドミオ、テンダは？なんだって？ゴーさん、出発！何かあったんだ。ゴーさん、急ぐんだ。了解。マサオたち無事かな。大丈夫かな。マサオ、マサオ、応答せよ。どうしたんだ？ドン。どうしたんだ？ドン。マサオに何かあったのか？後についてこいつ。よし、ボンフリー号でどんな後を追うんだ。Thank you.
殺す。お、穴の中へ逃げ込んだ奴らを恐竜が襲っているぞ。しかしすげえ恐竜だな、グレーム。イエスサー。なんとかしてあの恐竜の首を取れ。無理だよボス、こっちが生き馬になってるのに。ボス、バンジキュースだ。急げ、ドン、頑張るんだ。わしが恐竜を誘い出す。その間に逃げるんだ。いや、僕は誘い出すよ。父さん、僕がやるよ。わしがやる。わしの役目だ。このままでは3人ともやられてしまう。だからわしがやる。僕は足が速いんだ。だから僕が。それよりもしわしに万一のことがあったら、キャッサバの友達になってやってくれ。キャッサバ。父さん。わしの知ってることはもうみんなお前に教えた。お前はもう一人で生きていける。父さん。キャッサバ。父さん、ダメだ。僕は、僕一人で生きていけない。何を言うんだ、キャッサバ。父さん。父さん。中から飛び出したぞ、バカだな。やられる。麻酔砲が効いたぞ。恐竜の道を見つけたな。ねえジョージさん、お母さんの本に書いてあったことはやっぱり本当だったんだね。ああ、マサオの信じていた伝説は今こうして証明されたんだ。うん、ベコ姉さん、ここが、この谷が伝説の恐竜の道だよ。ええ、マサオ君の勝ちだったわね。分かった分かった、
ドン、お前もよくやったぞ。マサオ、トルエドンの怪我は大丈夫かな？うん、ゆっくり保護地区で休養すればすぐ治るよ。これからもたくさんの恐竜を保護するようみんなで頑張ろう。アンキロサウルスの捜索を開始したボンフリー隊の中にゴンが弟のように可愛がっているオウムのチッチがいた。チッチはアンキロサウルスの歯の掃除を始めたが、ゴンとマサオに気づいたアンキロサウルスはチッチを飲み込んで逃げてしまった。込み上げる怒りにゴンは一人アンキロサウルスの追跡に乗り出した。次週、恐竜探検隊ボンフリー、アンキロサウルスは友達、お楽しみに。